狼ゲーマーアナザー残酷な奇跡おきさだいぶ下回ってなかった今狼ゲームエピソード0やっていきます。これは狼ゲームの本編の過去の話になると思う。だから黒髪の凛太郎とかだいぶ久々に見てさあ懐かしいってなってる。見る？ほらほら超懐かしくない？なんかああ凛太郎こんなだったなって。ゆうやもいるんだよね、うん、ああゆうやもなんか普通案外結構あれだな陽キャ感出てる、ね、だいぶ陽キャ。これも学生時代のしょうまさんだったかな。ストーリー設定上そうしろうさんかわいいな、うん、かわいい。でおさむさんこれ教師時代のおさむさんなんか撫でれるわじゃあイベント見ていこうか。まずは未来と過去からいきます。あでこれも途中までどこまでだったかな。本当の気持ちまで実況します。それ以降の兄弟と家族の元へは皆さん自分で見てみてください。ということでいきます。未来と過去、まあこれパラレルワードね。 OK OK もうここはねセオリー通りだね。いきます。あ美咲ちゃんかわいい。狼ゲームが終わったあの日から数ヶ月後、私は警察署の取り調べ室にいた。あらこれもう捕まっとるやないかい。これまで警察署にはもう何度も来ている。あ、待てよ、これ。あ、違うわ。これ、狼ゲームアナザーの方だ、これ。凛太郎が、なんていうの、亡くなってる方だね。ごめん。あ、まあ、続きます、とりあえず。呼ばれる理由は、私が狼ゲームで生き残った被害者の一人だから。あ、あくまで被害者としていくんだな。そう、私は自分が狼ゲームの首謀者であることを隠していた。本当は、狼ゲームを終えたら、私は自首するつもりだった。あ、これ、ちえちゃんも出てくるのかな？もしかして。どうなんだろう。ああ、懐かしい。かわいいな。だけど、あの日、凛太郎は命を懸けて、私を罪から守ってくれた。そんな凛太郎の思いを、私は無下にはできなかった。いい顔。だから、私は、被害者のふりをすると決めたの。たとえいつか真実がバレてしまうと分かっていても。お、そうしろさん。いやあ、お待たせ、美咲さん。なんかすぐバレそうだよな、この雰囲気。何度も呼び出して悪いね。その後、体の調子はどうかな？はい、大丈夫です。孤児院の先生によくしてもらってますから。そうか、とにかく元気そうでよかった。それでは早速で悪いが、いくつか質問をさせてもらう。と言っても今までの質問の繰り返しだが、もう一度確認しておきたい。今回お前たちが巻き込まれた事件、いわゆる狼ゲームについてだが、その首謀者であるという飯田凛太郎、お前は本当に彼と面識はなかったんだな。ああ、もうここももうすでにバレてんじゃない？はい、その通りです。凛太郎くんとは狼ゲームで初めて会いました。まさかあの凛太郎くんが狼ゲームの首謀者だったなんて。いやこれすぐバレる嘘じゃない？美咲ちゃんに兄弟で凛太郎がいるってバレてるよね。凛太郎もせめて名前変えてればバレなかったかもしれないけど。彼がどうしてあんなことをしたのか私にはわかりません。そうか、するとこういうことだな。頭のおかしいやつが理由もなく人を集めて殺し合いをさせたと。お前はそう主張するわけだな。これバレてるよね絶対。それはもういいよ椿ちゃん、今まで何度も同じ質問をしたんだ。今さら美咲さんの答えは変わらないさ。でしょ？警部、しかし、たとえ飯田凛太郎が美咲さんの弟だったとしても、ほらバレてるじゃん。それを示す証拠は何一つないんだ。美咲さんが認めない限りね。証拠がほとんど残っていない以上、事件の全容を知るには生存者の証言に頼るしかない。13人の男女が狼ゲームという名の殺し合いに参加させられた。そして結局生き残ったのは3人だけ。美咲さん、雪成くん、千恵さん、千恵ちゃんが残ってんの嬉しい、彼らの共通点はあえて殺さないという選択をしたこと。ここまでは3人の供述は一致している。しかし僕はね、君たちの間に他にも共通点があると思ってるんだ。ほんと察しがいいこの人。え、美咲さん、この名前に聞き覚えはないかな？あー、これ、ゆうや出るんじゃね？やっぱり、相田ゆうや、5年前に起きた猟奇殺人事件の犯人だよ。はっ。ごめんね。君にとっては思い出したくない話だろうけど、狼ゲーム参加者の過去を調べているうちに、全員が何らかの形で彼と関わっていたことが分かったんだ。今まで明かされなかった、狼ゲームと相田ゆうやの接点、美咲さんなら興味があるんじゃない？
今日君に来てもらったのはね、僕たちの捜査の結果を聞いてもらうためだよ。僕たちは相田裕也の過去を調べた。どんな家庭で育ち、どうして犯行に及んだのか。そして、狼ゲームの参加者とどこで接点を持ったのか。これから話すのは、狼ゲームの真相に関わる男。おー、これはすごく気になるね。え、ちえちゃんとかどういう風に関わったとか気になってたんだよな。相田裕也の半生の記録だよ。裕也もまたな、被害者だからな。今日14年前。かわいい。僕の名前は相田裕也。中学1年になったばかりの13歳だ。最近僕には悩みがある。お母さんのことだ。僕が生まれた時、父さんはもういなかった。お母さんが女手一人で僕を育ててくれたんだ。朝から晩まで必死に働いて、どんなに疲れていてもいつも明るくて優しくて、うわえすげえお母さん。そんなお母さんを僕はいつも尊敬していた。でも僕が10歳になった頃、お母さんの様子が少しずつおかしくなり始めたんだ。あー、もう心に限界が来ちゃったんだな。きっとお母さんは僕のために無理していたんだと思う。ゆっくり休んでいればまた元気になったかもしれない。あー、もうこれ聞いと、これ聞くと親も悪くないな。もうな、何なんだろうなこういうのって。救いがねえな。でもうちにはあまりお金がなかったから、お母さんには休む余裕さえなかったんだ。そしてお母さんは限界を超えて無理をし続けた結果、体も心もボロボロになってしまったんだ。僕を育てるために頑張りすぎたせいで。まあこういう時は生活保護とかそういうのを受けてどうにかできんのかな、どうなんだろう。なんかでも調べるとなんだかんだこういうのに対しての助けって結構あるからな。なんか無知は罪とかってよく聞くけど、お母さんも一人で頑張りすぎちゃったなっていうのはちょっと思うな。難しいよな。でも知らないことは知らないかんな。まあ、続きやっていこうか。まだ小学生だった僕は、お母さんが壊れていくのをただ見ていることしかできなかった。子供には何もできねえかんな。でも僕も今年で中学生だ。いつまでもお母さんに苦労ばかりかけていられない。あ、やばい、もうゆうやがいい子なんだけど、好感度上がっていく。これからは僕がお母さんを支える番だ。僕はお母さんの薬を買うために年齢を偽ってアルバイトをすることにした。ほんほんほん。本当は中学生が働いちゃダメなんだけど、お母さんのためにもそんなこと言ってられない。どんな仕事でもいい。どこか僕を雇ってくれる人はいないかな。お、ここで誰か出てくるのか。まさかだった。イベント参加すると豪華な報酬がゲットできるらしいです。これはいつも通りだね。まあみんなも自分でゲームダウンロードしてやってみてね。じゃあ次、家族への思い行こうか。お？誰だ？ゆうやだ。はあ、またダメだった。まあ、顔は幼いからな。一発で中学生ってバレるよな、これ。履歴書にいくら嘘を書いても、体が小さいから高校生じゃないってすぐバレちゃうな。どうしよう、この辺りのお店は全部断られちゃったし、別の場所でバイトを探さないと。でも、履歴書もただじゃないんだよな。お？女の子が。ねえねえ、ママ、早く早く。ほら、好きなアイスを選んでいいよ。私のお小遣いで何でも買ってあげるから。何？子供のお小遣いで買ってもらえる？嬉しいな。あらあら、本当にいいの？うん、だって今日はママのお誕生日だもん。かわいい。だから今日は私がママにアイスをプレゼントするんだ。どうもありがとう。プレゼントか。いいな、仲が良さそうな親子で。まるで昔の僕とお母さんみたい。僕もお母さんに何か買ってあげたいけど、お金がないんだよな。そうだ、電車賃を節約して歩いて帰れば何か買えるかも。なるほど、それは結構盲点だったかも。数時間後、ゆうやの自宅。薬を求めてますね。薬を。苦しい、誰か。ただいま。ゆうや、帰ってきたの？早く薬をちょうだい。ごめんお母さん、バイト代の前借りをするつもりがどこも雇ってくれなくて、薬を買うお金がなかったんだ。でもこれを見て。ほら、近所のスーパーでシュークリームが半額だったんだ。お母さん、シュークリームが好きだったでしょ？一緒に食べよう。あー、お母さん、もうほんと。は？あんた何言ってるの？私は薬を買ってこいって言ったのよ。どうしてお母さんの言うことが聞けないの？あいた、やめてお母さん。あんたが言うことを聞かないから悪いのよ。なんでそうやってお母さんを苦しめるの？もういや、もう死にたい。ごめんなさいお母さん。ゆうやは何も悪くない。
ゆうやに対する母親の虐待は小学生の頃に始まったらしい。ゆうやはそれをずっと耐えていた。周囲や先生に相談することもなかった。強いな。おそらく彼は虐待を周囲に知られて、母親と引き離されるのが嫌だったんだ。お母さんにも限界が来てたけど、ゆうやにも限界が来て、あんな事件が起きちゃったんだよな。なんか狼ゲーム悲しい。でもな、狼ゲームこういうの出しちゃうと、なんかどんどん凛太郎とか美咲ちゃんが悪役になってくから、それが良くないよなってちょっと思ったりもする。まあまあ続けていくか。暴力を受けていたとしても彼にとっては唯一の愛する家族だから。だけど母親の暴力に耐え続けて数年が経った後、彼の身に別の形でさらなる暴力が降りかかることになる。もう追い込まれ、ああ、これ翔馬さんじゃない ?12 年前、相田優也が中学3年生になった日。ここが新しい教室か。僕の席は、あれ?ああ、翔馬がいるよ。でも翔馬さん、なんかイベントだと結構いい人だけど、どうなんだろう。ああ、担任はミッチーが良かったな。あのセクシーな先生が担任だったら1年間バラ色の学校生活だったのにな。相変わらず翔馬は年上が好きだね。なあな、新しい担任ってどんな先生だろうな。女?言い方。いや、なんか男の先生らしいぜ。ネクラっぽいやつだってさ。あ、おさむさんじゃないこれ。なんだ、男か。はあ、つまんねえの。君は、ああ、そこが君の席か。おい、どいてやんなよ。お、でもなんかいい感じじゃない?おー、悪い悪い。優しいやん。確か、相田くんだっけ?同じクラスになるのは初めてだな。その名前じゃ出席番号はいつも1番だろ。俺2番になったのは初めてだぜ。俺は赤村翔馬な。よろしく。うん。こちらこそよろしく。おい、普通じゃない雰囲気。おさむさん、なるほどな。うん、なんかこう自分を出していくのはいいけど、ちょっともし俺が学生の頃にその格好で来たらちょっと笑っちゃうと思う。どうしたこの先生ってなるかも。あ、もしかしてあれが担任の先生？皆さん席についてください。だいぶ挙動ってるね。声ちっさ。先生もっと元気よく行きましょうよ。あはは、すみません。席についてください。いや、どんどんちっちゃくなってない声。今日から皆さんの担任になる永井治です。なんか普段と全然雰囲気違うこの人。1年間どうぞよろしく。それでは出席番号順に名前を呼びますので、呼ばれた人は返事をしてください。まずは相田優也くん。はい。赤村翔馬くん。まだ普通のクラスじゃない。こうして相田優也の中学最後の1年は穏やかに始まった。穏やかだよ。だがこの1年間が彼にとって地獄のような日々になるとは、この時の彼は知る由もなかったんだ。ここから追い込まれていくんだな。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。なんかこうやっぱみんなの過去を見ていくと、なんか凛太郎だけが被害者じゃなかったんだよなってなって、なんか凛太郎も悪役になってっちゃうのがちょっと切なかったにもする俺がいます。はい、それでは、シアンでした。またね。